一部崩壊前一部崩壊後南から、岩泉山は、北関東の栃木県栃木市にある、標高172.7メートルの山。足尾山地の最南端に位置する。日本三大霊山、日本三大地像の一つとして、名を連ねる。一大霊城として、東国の人々の信仰を集めた、交渉寺がある。切り立った崖を持つ奇妙な形をしているが、 江戸時代から始まった岩泉石の採掘で徐々に山体が現在のように変わった。採石場跡地では1970年代後半以降は神秘的な景観を生かして街中ではできない爆発シーンを含む特撮作品などのロケーション撮影に使われている。2011年3月の東北地方太平洋沖地震によって西側の峰が V 字に崩れ、 さらに別の場所でも高さ約140メートルのところから山肌が崩れた。南東の山徳には明治天皇が野立を行った場所があり、周辺をカブト山公園としている。土止め用の建築石や土台用の霧石などの土木の基礎建材として、江戸時代から昭和期に至るまで岩泉山から採掘されていた。業界岩の一種である。 安山岩室隠れ企業海外に分類され、南万一市とも呼ばれる。江戸時代には、城や神社仏閣の建築のため渡瀬川の河川周運を利用して、関東各地に運搬された。明治時代には1900年に搬出専用の岩船神社、鉄道、1916年に内務省軽弁鉄道が敷かれ、渡瀬川の河川改良工事にも利用された。 両毛線の岩船駅、東武鉄道西和駅も輸送に利用された。第二次世界大戦後になると、ダンプカーによる輸送に切り替わり、毎日約200台に達した。採掘のため仕掛ける葉っぱの衝撃とそれを、事前警告するサイレンの音が街に響き、最盛期の1955年前後には、約40軒の石材店が並んだが、コンクリートが普及した1960年代に、 衰退した。ふもとの岩船駅付近には岩船石に関する資料等を展示している岩船石の資料館が開設されている。岩船山中腹採石場跡採掘の終わった岩船山中腹採石場跡は首都圏では数少なくなりつつある火薬を使った爆発シーンを撮影することができる広大な土地で時代劇やヒーローアクションなど特撮系の映画。 ドラマなどの撮影ロケ地としてよく使われている。特に、スーパー戦隊シリーズのアクションパートの撮影地として知られ、岩船周辺が舞台として描かれている、深海誠のアニメ映画作品、秒速5センチメートルと合わせ、こうした作品のファンたちによる、いわゆる、聖地巡礼の場ともなっている。2000年からは、地元の NPO 法人に岩船山、クリフステージによって、 町おこしを目的とした野外コンサート、ガンセン泉山、クリフステージが、ほぼ年に1回のペースで開催されている。採石場の切り立った地形は、ミュージックビデオのプロモーションビデオやコスプレ撮影会の、背景、自動車の落下場面の撮影にも使われる。ロケに適した地点はいくつかあり、畳岡山林組合の管理地では、料金は1日5万4千円。爆破を行うときは、 近隣に回覧板で知らせる配慮をしている。爆発場面を背景にした結婚記念撮影を依頼する人もいる。ありがとうございます。